おはようございます。今日は9月22日です。サンフランシスコを旅しています。で、今日はこれからツインピークスっていう丘に行ってみようと思います。そこは結構眺めが良くて、サンフランシスコ市内をいい感じで眺められるそうです。まあ、その後はどこに行くか特に決まってないんですが、まあ移動しながらいろいろ考えていこうと思います。というわけで出発します。はい、あ、なんか口周りがこう冷えそってないので結構なんか黒いですが、すいません。で、メトロに乗ってサンフランシスコ郊外にやってきました。これからツインピークスという丘に登ります。その丘の頂上あたりからは結構いい感じの景色を見れるそうです。で、まあ郊外の方に来るとこうすれ違う人たちはその白人の人たちが多いですね。で、街のなんか雰囲気とかもだいぶ違っていて、まあなんていうか結構落ち着いてますね、郊外の方は。で、これがちなみにクリッパーカードっていう、やつなんですが、これを使えばそのサンフランシスコ内のその公共交通機関、ケーブルカーとか電車とかバスとか地下鉄とか、そういうものが乗れるようになります。これにチャージすれば。だからこれはなんか日本でいうとこのパスモとかスイカみたいな感じで、すごい便利なカードですね。で、これからツインピークスを登っていきます。というわけでツインピークスの頂上あたりからサンフランシスコ市内を眺めてみました。まあ、素晴らしい眺めで、まあ、気温は18度ぐらい、湿度も低くて、まあ、すごく良かったですね。
ハイキング日和だし、景色もすごく晴れ渡っていて、すごく良かったです。で、まあ、危ない、まあ、こけるところでした。で、これから次の目的地、ゴールデンゲートブリッジに向かいます。まあケーブルカーとかバスとかを乗り継いで行くんですが、まあうまく到着できるでしょうか。で、これから路面電車に乗って、まあ、ゴールデンゲートブリッジに向かいます。で、路面電車の次はバスに乗り換えて移動します。そしてゴールデンゲートブリッジに到着しました。で、これからゴールデンゲートブリッジを歩いてみます。というわけで部屋に帰ってまいりました。今日はツインピークスという丘に行って、それからゴールデンゲートブリッジに行ってみました。まあ、今日あとはまあ休んで、あとまあパート2のサンフランシスコ旅、パート2の旅の動画でも作ろうかなと思っております。それでまたトレーダー上で買ったなんていうか夕食を食べて、まあ、寝ます。まあ、明日は、まあ、特に予定が決まってないんですけど、多分フィッシャーズワーフっていう、まあ、港のエリアに行ってみようかなと思います。ここではなんかアシカがすごいいっぱいいるそうです。あと何があるのかよくわかんないですけど、なんかすごく有名なところらしいので、まあ、そうこう行って、また、まあ、明日その他どこ行こうか、改めて考えようと思います。そこ以外に。
というわけで見ていただいてありがとうございました。またパート3の動画をアップロードすると思いますので、もしよろしければ見てください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。さようなら。